皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。今回はちょっくら機材分かりすることができたので皆様に紹介させていただこうと思うんですけども、TC エレクトロニクスから発売されている比較的最近のルーパーディトプラスというものですね、ロイさんという方からお借りすることができたので皆様にご紹介させていただこうと思います。ロイさんありがとうございます。もうありがたく動画に使わせていただきます。わー、まあルーパーなんですけど、結構ね、衝撃的というか、おー、そうか、デジタルが発達するとこうなるのか、わーっていう感じの、なかなかの、衝撃でございます。普通にね、いい、なんか普通にすごくいい、すごくいい、シンプルに使いやすいし、なんだろうな、まあいや、ちょっとその辺の話あったりしますわ。とりあえず、まあ、思想環境としては、このバッカスのいつものお気に入りのギターから、BB のケーブルでこちらのエフェクターに行きまして、カナリのケーブルでブラックスターの 6A6 に行って、今、クリーントーンで音作りをしております。画面のズバババンと、お手元もお見せしながらやっていこうと思いますので、よかったら、シゲラしてみてくださいませ。とりあえず今、こんな感じでクリーントーンが鳴る状態でございます。で、これがまあそのディトプラスのまあ画面なんですけども、おぉってなりますよね。そうなんです。液晶なんですよ。で、このボタン一つでまあ全ての操作をしていくわけなんですけれども、ちょっとやってみましょうか。まず一回このフットペダルをバッて押すと、録音がスタートします。で、録音がスタートしている状態でもう一回踏むと、録音がそこで終了するって感じなんですけども、やってみましょう。まず一つ目。で繰り返しです。で、オーバーダブって言い方をするんですけども、まあ、繰り返しまたこのね、重ね録音したい場合はまたこの録音ボタンをペチって押しまして、ここからまた弾くと、もう一回押すと、録音が終わるので、まあ、ここからなんかこう演奏したりとか歌ったりとかアドリブをしたりとかしてパフォーマンスをしていくという感じです。楽しい。で、このカラスのね、2回これポポッと押すと、停止でございまして、この停止している状態でこれを長押しをすると、今録音したものが、消去されるというのがそんな感じでございます。まあ、基本的な使い方としてはまあこんな感じで、そうですね、なんだかその気づいてると思うんですけども、ここのボタン、なんか左右のボタンがありまして、これを押すとこの数字が変わるんですよ。ああ、なるほどねってなりません？僕は少なくともめちゃめちゃなりました。なるほどね、確かにデジタルが発達するとこういうことになるかと。まあちょっとなんか録音してみましょうか。なんかこう跳ね身な感じで、こんな感じでいきましょう。で、ここからまたオーバーダブをしていきます。
楽しい。まあこんな感じでございます。でこのボタンのこの2に行くとするとまたこうですね画面が変わると言いますか初期状態になるわけですよね。ちょっとこの状態でまた今その羽毛系のやつをやったんでなんか8ビートっぽく言ってみましょうか。単純に楽しんですいません。こんな感じで。で、オーバーダブします。でオーバーダブしてこの弾いてるんですか間違え間違えちゃったっていう時は、この長押しをするとアンドゥアンドすることができます。でこれはまた長押しあと2回タペッとやってこの音を止めてでなんとなくもう感づいてると思うんですけどこれ1番にしてこれを再生するとさっきのやつが流れると。で2番に設定してこれを出せばまたさっきのやつが流れてみたいな感じで、まあ、こんな感じの使い方ができるんですよ。面白くない？でこの横のところにですねこの実はこの USB ミニ USB 端子があるんですけどもパソコンと連動することによって音源をこっちに送り込むことができるんですよね。で普通にこの、このバンクみたいなのがそれぞれその1から99まであって、まあ、最大録音できるなんか時間数みたいなのあると思うんですけども、まあ、平たく言うとそのパソコンからなんか音源とかそのバッキングトラックとかをこっちに突っ込むこともできるということなんです。今僕がやったみたいにこう、ね、その場でこのトラックを作ったりとかしてアルドリブをしたりとかパフォーマンスすることももちろん可能なんですけどもあのなんかライブのセットリストの中にさこの曲はちょっとなんかねオケでやりたいんだよなっていうのがあった時に、シンガーソングライターの方なんかエレキギターでこうパフォーマンスをする方、なんかこのね99番のところになんかその自分のオリジナルのトラックとかさなんか自分がこの演奏したいなんかこの音源とかを入れておいてそれをこの再生することでプレイヤーとしても使うことができるっていうのがそんな感じのシステムなんです。なるほどなって思いませんか。で、あの前にさ、その僕はそのホットンというメーカーから出てるそのウォーリーっていう黄色いちっちゃいルーパーも紹介したことがあるんですけども、あれもね最初ねすごい衝撃的だったんですよ。ルーパーって今こんなちっちゃくできるのすごいみたいな感じで、でこのリトの場合はまあ、ちょっとサイズは少し大きいんだけどねデジタルなんでねめちゃくちゃ軽いっす。もちゃもちゃに軽い。で、あの、今見ていただいた通り、そのね、あの、あ、ちょっと画面の方もちょっと消えちゃいますけども、見ていただいた通り、そのね、あの、まあ、このフットペダルで、こうね、ある程度のそのね、オーバーダブとか、そのアンドゥとか、そういった機能をバッチリ、揃ってるわけなんですよ。で、もちろんちょっとやり忘れたけど、この音量調節つまみで、そのね、バッキングトラックのところを、音量調節できたりとかね、あの、いろいろとこの99番までパッチを格納したりとかできるっていう、まあ、そんな感じのタイプなんだけども、いわゆるそのボスのさ、なんか RC シリーズとかってあれはめちゃくちゃいいエフェクターなんだけど、でかいし重いし結構大げさだし、こんなにはいらないんだよなっていうそのルーパーのライト層の方ってやっぱいらっしゃるじゃないですか。例えばそのレッスンの時にちょっと
っと軽くなんかね、コードでなんかこのアドリブのオケを作れればいいんだよなとか、なんかこの自分でアドリブ練習をするときにちょっとこうねオケを作れたらいいんだよなとか、でちょっとこのネタをですね少しこのねメモ代わりにこうね録音できたらいいんだよなっていう方もいらっしゃると思うし、本当ねちょっとしたこの使いをしたいっていうルーパーのそのライト層っていうのはいらっしゃると思うんですよ。もうそういう方に対してはですねすげえおすすめというか、もうその方に向けてもうバッチリ発売されたような、ディドプラスのルーパーでございます。本当ねデジタルだからと思うんですけど、めちゃくちゃ軽い、むちゃくちゃ軽い、すごい。でこれは僕の気のせいかもしれないんですけど、なんかねルーピングしやすい気がする。これは単純に僕がたまたまうまくいってるからなのか、それともこのディドプラスが私のなんかこの踏むタイミングを微調整してくれてるのかちょっとわかんないんですけども、ルーパーってまあ、踏んでこのフットスイッチを踏んでこのルーピング開始して、もう一回踏んでこのルーピング終わるわけじゃないですか。でもこの手で演奏してるこのタイミングとこの踏むタイミング、フットスイッチを操作するタイミングがずれるとルーピングがねずれるんですよ。なんかリズムがねなんかギクシャクするというか心地よくない感じになるんですけど、このディドプラスの場合はですね、なんかこっち側が自動判別してくれて調節してくれるのかわかんないんですけども、なんかねうまくいく確率が高い気がするこれ本当です。これはどうなんだろう、たまたまなのか僕がたまたま成功してるのか、それともこっちが操作してくれるのかちょっとわかんないですけども、まあ、もしかしたらこれのねペダルが操作しやすいってのもあるのかもしれないんですけども、ちょっとこれは不確定要素なので、なんか、そうです、バーンとは断言してないんだけど、なんか、個人的になんか、そんな気がする。っていうことは、ちょっと付け加えておきます。そんな感じでございます。いかがだったでしょう、したでしょうか。まあ、基本的な操作はですね、もう大体覚えていただけたかと思います。なんでまたね、そのお店とかで見かけた時に、そのね、試走とかする時にですね、ペット、すぐに遊べると思いますので、もしいろんなところで見かけたら、ぜひ試走してみたりとかして、触ってみてくださいませ。すごい、いいルーパーなので、ぜひとも体験していただけたら幸いでございます。そんな感じで終わりにさせていただきましょうか。本当にこれを貸してくださったロイさん、ありがとうございます。ありがたく動画にさせていただきました。他にも皆様からですね、コメントとかリクエスト、ご感想ありましたら、バシバシとコメントしていただけたら幸いでございます。それでは長い動画、最後までご視聴ありがとうございました。また違うところをいたしましょう。さよなら、グッバイ、じゃあね。ちなみに、なんか、1回目のテイクっていう感じで喋ってるように見えるかもしれないですけど、実は2回目です。同じようなことをして、同じような喋りをして、やったできたと思って iPhone 見たら、録画ボタンが押されてなくて、ってなって、2回目です。ありがとうございました。